皆さんどうもこんにちは。今回はジャンガリアンハムスターの飼い方総集編を紹介させていただきます。この動画のトピックは主に3つあります。1つ目はハムスターの特徴について、2つ目はハムスターを飼う際の注意点について、3つ目はハムスターおすすめの飼育環境の5選を紹介させていただきます。このように私の動画ではハムスターを飼う上で大切になってくることとか健康法とかについて主に動画を作らせていただいているので、興味のある方はチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。では早速1つ目ハムスターの特徴について紹介していきます。まず1つハムスター、ジャンガリアハムスターって何なのかから説明しますね。ズバリね、簡単に言うとネズミの親戚です。中央アジアのカザフスタンとか、あとロシアとか中国とかに幅広く分布している可愛いネズミなんですけれども、住んでるエリアとしてはね、砂漠とか砂地です。乾燥した場所を好んでいます。まあ、一言で言うならば砂漠に住んでいる可愛いネズミっていう感じになっています。生態としてはね、夜行性です。昼間は土に穴を掘って休んでいます。夜になると昆虫や種などの餌の確保と縄張りの確認のためにですね、なんと5キロ以上も歩き回ると言われています。驚くほどいろんなところを歩くんですね。次に性格について、ジャンガリアンハムスターは結構飼い主に懐くようになります。警戒心の強いハムスターなんですけれども、時間をかけてハムスターの生活に合わせていくとですね、次第に懐いていきますよ。その際飼い主さんの匂いとかにもね、慣らしていけたらいいと思います。で、ハムスターは優しい性格なので、小学生ぐらいのお子さんがいる方も小学生の子供と一緒に遊ぶことが可能です。ハムスターはお子さんの友達になることもできると思いますので、結構おすすめなんじゃないかなと思ってます。次に寿命なんですけれども、平均してだいたい2年から3年と言われています。で、調べたんですが、死因のほとんどが老衰とか、老衰のせいで起こる栄養不足とか、あとよく動く子なので骨折するとか、まあそういうのが死因になるらしいです。これに関して私はたくさん動画を出しています。老ハムになってもご飯をもりもり食べることができたら、まあ、長生きしそうですよね。だから私はそのための方法などをたくさん動画にしていますので、興味があったら見てください。次、毛の色なんですけれども、ハムスターは、まあ、いろんな色のハムちゃんがいるんですけど、代表的なもの3つを紹介させてもらいます。1つ目はブルーサファイアです。これは薄いグレー色をしていて、まあ、淡い色合いなんですよね。まあ、それが結構人気だったりします。2つ目はパールホワイトです。パールホワイトはジャンガリアンハムスターの特有のね、なんか背中の線っていうのがないんですよ。で、全身の毛が真っ白になっているんです。まあ、これもなんか雪玉みたいな、大福みたいな感じで可愛いですよね。3つ目、ね、プリング。プリングは全身が黄色色になる種類で、まあ、あんまりペットショップに行っても少ないかな。まあ、いない時もあるぐらい珍しいですね。で、それぞれのハムちゃん、色とかによって値段変わるんですけれども、相場はだいたい1000円から2000円ほどです。では次、2つ目のトピック行きましょう。ハムスターを飼う際の注意点について。まず、飼育セットが必要なんですけれども、それいくらぐらいかかるかというと、だいたい7000円ぐらいで一式揃います。ハムスターと合わせても1万円するかしないかぐらいですね。だからペットとしてはかなり安い方です。じゃあ、ハムスターの飼育セット何が必要かっていうと、まず、ケージ、回し車、床材、餌入れ、トイレ、巣箱、水入れぐらいになっています。これ一式でセットで売ってるものもあるんで、それを買うと、お得だと思います。ちなみに砂風呂っていうのもあるといいんですけれども、まあ、トイレを常にきれいにしてあげておくとですね、まあ、そのトイレで砂浴びをしてくれることもあります。だからいらないっていう人も多いと思います。で、逆にね、砂風呂を用意してあげても、ハムスターはそこでしょんべんしまくったりしますので、もうトイレと砂風呂はね、正直ごっちゃになったりします。だからこれはまあ、飼ってるハムスターに合わせて用意してあげるといいと思います。では、次、ハムスターおすすめの飼育環境5選を最後のトピックとして紹介させていただきます。1選目、ケージはね、水槽か衣装ケースで作ったものをおすすめさせてもらいます。ハムスターのケージって金網タイプのものたくさん売ってますよね。でも、ハムスターって金網をよじ登るんですよ。まあ、それ一見楽しそうに見えますが、ハムスターって結構バカちゃんなんですね。なので、何度も落下するし、もう金網に足が引っかかったりするんですよ。すると骨折したりとか、まあ、頭から転落して割と大怪我につながることになります。で、先ほど紹介したように、ハムスターの死因の代表例には骨折ってのがあるんです。だから、ハムスターが骨折しにくいケージを用意してあげることと、あとケージの中のレイアウトもあんまり怪我しにくいものっていうのを考えてあげるといいんじゃないかと思います。二つ目、
トイレにションベンの匂いを染み付かせてあげましょう。ハムスターはトイレの場所を覚えてくれるんです。でね、トイレの場所を覚えてくれたら私たち飼い主にとって毎週の掃除が楽ちんになりますね。頭のいいハムスターはね、なんとうんこまでちゃんとまとめてくれたりします。で、これマジで助かります。ちなみにトイレを覚えさせる方法っていうのは、ハムスターのションベンがついた床材とか何かしらのものっていうのが多分あると思うんで、それをトイレの中に置いておくといいですよ。ハムスターは自分の匂いのションベンを嗅ぎ分けることができます。なので、ションベンの匂いが染みついているところで再びションベンをしてくれます。なぜだかわかりますか？ハムスターは縄張り意識がかなり強いんです。ションベンの匂いが染みついた場所はハムスターにとっての砦です。だから、ここは私の領地だと主張してくるんですよね。まあでも、掃除するときはトイレはしっかり洗ってあげましょう。ハムスターは掃除されたトイレを見てショックな顔を浮かべると思いますけれども、またおしっこしてマーキングしてくれるんで、だそこは大丈夫です。では3つ目、巣箱はハムスターの体積の4倍ぐらいの広さがあるといいと思います。ハムスターは夜行性なんで、日中は穴の中に潜ります。ぶっちゃけ深い深いところで静かに隠れたいんです。だからこそ巣箱はそこそこ広い方がいいですね。私は巣箱の中に綿とかを敷いてあげて、まあ、日中の私のね、喋り声とか掃除機の音とか、そういう生活音を遮断できるようにしています。それによってですね、日中は睡眠に集中してもらうというのがおすすめです。では4つ目、これはもう本当に言いたいんですけど、多頭飼いは本当にやめた方がいいです。皆さん、とっとこハム太郎を見たことがありますか？ハムちゃんズは本当に仲良さそうですよね。けど現実のハムスターは結構殺し合いをします。ハムスターは縄張り意識が強いです。自分の領地に足を踏み込んだハムスターは敵と見なせます。噛み殺すこともありますし、まあ、私もよく噛まれています。結構出ていけってね、ハムスターに怒られます。ただしね、赤ちゃんの頃はなかなか仲良くするそうですね。まあ、ペットショップで売られてるハムスターってほとんど赤ちゃんなんで、まあ、複数が同じケージに入れられたりしますね。他にも、まあ、ロボロフスキーハムスターは多頭飼いできるっぽいです。まあ、可愛いですよね。でも基本的にハムスター大人になると喧嘩するんで、やっぱり多頭飼いせずに一匹一匹別のケージに入れてあげるのがいいと思います。じゃあ最後行きましょう。5つ目、夏と冬は空調を24時間効かせる方が絶対にいいですよ。エアコンって電気代がかかりますよね。真夏のエアコンはもうやっぱ節約したいっていうのが人間飼い主の本音だと思います。しかしハムスターを飼うんだったら、私は24時間エアコンをつけることを強く勧めます。冬場ならエアコン以外にもヒーターとかいろいろ売ってますけれども、案外ハムスターに適してない場合が多いらしいですね。だから夏場とかは特にエアコンをハムスター用のエアコンなんてないし、まあ、これについてはまた詳しく説明したいとは思うんですけれども、まあ、エアコンをケチるんだったらハムスターは買わない方がいいんじゃないかっていうのが正直私が思ってるところです。で、もしハムスター買うしエアコンもつけるよっていう方がいたらですね、実は最新型のエアコンを買うっていうのも私はおすすめしたいです。なんかね、昔のエアコンと最新のエアコンってコストパフォーマンスが全然違うらしくて、まあ、最新版の方が圧倒的に省エネなんで、まあ、ハムスターやウサギを買う際はエアコンを買い替えた方が電気代は総じて安くなるかもしれないですね。はい。ということで長くなったんですけれども、今回はハムスターを買う上で、まあ、必要なこと結構ざっくり、たくさんですけども、紹介させていただきました。この動画がね、きっかけでハムスター飼い始める方が増えたらないいと思います。ではまたこれからもですね、詳しくいろんな、ハムスターを買う上での話とかしていきたいと思いますので、この動画が良かったなと思った方、またいろんな情報を知りたいなと思った方は、チャンネル登録とか、グッドボタンよろしくお願いします。では今回の動画も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。